はい、皆さんこんにちは、愛の戦士です。さあ今回はいつもとはちょっと違う試みです。以前これ動画で上げた凶悪銃器械、バンデットキースのもう一生手札事故デッキですね。上級バニラの上級モンスターばっかしか入ってないっていうクソみたいなデッキ、下級モンスターがスフィアボムしか入ってないっていうね、ゴミみたいなデッキなんですけど、今回はこのストーリーをやりまくってバンデットキースのカードをただひたすら永遠に集めて、なんとバンデットキースのそのクソ事故デッキと同じデッキレシピのデッキを作ることに成功したんで、今回ストーリーデッキじゃなくて自分でその作ったデッキを選んで、バンデットキースのこのクソ事故デッキ VS クソ事故デッキ、同じデッキレシピで戦った時にどうなるかっていうちょっとね検証、まあ検証もクソもないんだけど、手札がいい方が勝つ、ただそれだけなんで、まあそれだけじゃ面白くないんでね、このちょっとした、ここにもバンデットキースいるんですけど、こっちのキースね、ちょっと強いです。普通に儀式召喚のゼラとか出してくるんで、ちょっと強いキースもいるんで、その最弱デッキで、この、ちょっとパワーアップしたキースに勝つことができるのかという検証になっております。じゃあまずはね、ちょっとデッキレシピ見ていきましょう。はい、キースのデッキレシピこんな感じですね。いや、マジひどいです。下級モンスターがスフィアボム2枚だけ。2枚だけですね。あと全部上級です。まあ、効果があるのはメタルデビルゾア。これめちゃくちゃ出づらいやつね。メタル化反射装甲をつけた、ゾアを池にしてデッキから出すっていう、手札に引いたらもう出ない、一生出ない、通常召喚ができないから。あとは一番強いのがね、リボルバードラゴン3積み、あとは全部バニラカードです。ここからここまでデッキの半分以上ですね、半分ぐらい。デッキの約半分っていうか20枚が上級カードという、マジで終わってんな。それを始皇帝の領母でライフ払って出すっていう、マジで気が、本当に気が狂ってるな、このデッキ。で、このデッキで作るのマジで大変だった、カード揃えるのに。すげえ時間かけて、こんなゴミみたいなデッキを作ったっていう感じです。まあ、このデッキでちょっとデュエルしていきたいと思います。それじゃあ、伝説の戦いを始めよう。キース、ミラーマッチですね。伝説の、じゃあ、こちらで、キースデッキ、こちらですね、凶悪銃器械、同じデッキなんで、これで挑んでいきたいと思います。いくぜ、俺の先行！あ、スフィアボムを引けたのはだいぶ強いんじゃないか。スフィアボムマジで強いぞ、これ。よし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 。とりあえずセット。で、両方は次のターンでいいでしょう。タイムマシンも一応セットしておこう。ランチャースパイダーか。ちょっと火力が物足りないな。2000払って2200かな。ちょっと弱えよな。なんでこんなもんには入れてんのか。向こうも両方引きやがったな。向こうも両方引きやがった。なんということだ。何来る？強いの来る？あ、でもね、スイヤボムなんで全然いいでしょ。スロットマシン弱え。マジ弱え、スロットマシン。ほんまに雑魚。とりあえずここに出しておきましょう。で、どの道あれ破壊できるんだよね、次のターン。だからこっちからわざわざ殺しに行かなくてもいいかなって感じなんで、ちょっと、ランチャースパイダー守備で出しますか。効果ゾーン !2000 払います。2000払ってランチャースパイダー守備セットで、スロットマシーン爆破で2000ダメージが入るんで、そっちのが美味しいんで、これはこのままエンドで。いや、スフィアボムマジ強いな。2枚しか入ってないこいつが引けるの本当に強い。よし、バカかわいそうな野郎だぜ。もうあとお前の払えるライフは限られてきたぜ。あ、1000ライフ弱えー、マジ弱えー、あいつ殴ってくんのかよ。うわ、メタルカート、あいつちょっとめんどくせえことしやがって。メタル化か、ビビるわ。いや、じゃあタイムマシン発動しよう。タイムマシン発動します。タイムマシン発動でも2050なら全然勝てるね。2050ぐらいなら全然勝てる。よし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 、これは完全にこっちのペース、完全にこっちのペースやね。思い出のブランコはまだ使えないか。ここ発動、2000払う。お互いライフの消費が激しすぎるから決着が早すぎるだろ。決着がマジで早いぞ。よし、バトルベース行くぜ。おら、死ね死ねや、キース。ちょっと届かねえのか。やべ、ちょっと届かねえじゃねえか。やべ、2200以上出されたら、あ、いや、もう出せねえやつ。ライフ650じゃもう負けなんですよ、このゲーム。このキースミラーに限ってはライフが1000以下切ったら何もできないんですよ。かわいそうに、かわいそうに。いけ、ランチャースパイダー。
つえーランチャースパイダーマジ最強かもしれない。禁止カードにしろよこれ。バカだこの俺様があんな小僧に。お前自身のカードなんだよな。じゃあいよいよ本番いきましょう。こっちが本番です。キースの亡霊とデュエル、こっちのストーリーを、この凶悪獣機械のこのキースのアームドメタルデビルズワーデッキでプレイしていきたいと思います。行くぜ未来の俺、見せてやるよ。でもリボルバードラゴンめっちゃ強いんじゃないの。リボルバードラゴンゲロ強いぞ。しかもテラフォーミングが来てる。とりあえず出しとくか。いやこれマジ鬼強いからね、言っとくけど。で両部も来てんじゃん、最強すぎる。とりあえず1体リボルバードラゴン出しとこう。2体いるからね、全然1体目もし死ぬとしても。いや死んだら困るんだけど、こういう効果発動リボルバードラゴン並べとくのめちゃくちゃ強いぞこれ。リボルバードラゴン召喚召喚マジ強い。キースの本当リボルバードラゴンってかっこいいよな。イラストマジで好きだわリボルバードラゴン。リボルバードラゴンのあの、いや、おーい試合の玉抜け、お前マジふざけんなよ、お前マジふざけんなよ、四つ星一丁前に入れやがって。いや強えじゃねえか強えじゃねえかよお前。死者への手向けとかガチカード入れてんじゃねえぞお前、本当にふざけやがって。やばいこのデッキ、この戦いやばいぞ。AM7 おめえ、スロットマシンマジ2000払って火力2000しか出ないとかいうゴミ。あやばい、これがレベル7以上召喚できる最後ですねもう2000ライフ払えねえ。リボルバードラゴンでコイントス成功させてガラ空きんとこ殴りに行かれてやべえ強えぞキースアワード。未来の俺成功しろ。うわ失敗した、3回中全部裏じゃねえかよ。じゃ あ、まあそのまま殴ります。まあ、そのまま殴っても倒せるんだよね。でも向こうハンド少ないぞ手札少ないぞその分。よしいける死者への手向けちょっとガチすぎんよちょっとが次ここ返されたら逆にまずい。あでもね向こうの吸着ボマーとかスフィアボムも入ってたと思うんだよな。それだけが怖い、それだけが怖いからこっちで殴りに行きます。ただもうこれやばい、これマジギリギリの駆け引きだからね。アイアンハート5つ星攻撃力1700を舐めるな。アイアンハートだから鉄だから、あ待ってリボルバードラゴンが効果発動できるな。あこれ強いこれで取れればマジ強い。う表なんで3回ともさ裏の方なんだよふざけんなよ。殴ります。ちょっとスフィアボム系が怖いんでアイアンハート。あやべ負けました。これあれだ火力分食らってどの道負けじゃんゴミスフィアボムきつ、このデッキきつスフィアボム、スフィアボム破裂して死亡じゃんマジかよ未来の俺つえ、未来の俺成長してんなやっぱり。うわーバグロス攻撃表示ナメプエンド、はい爆発して死にまーす手札が弱え、うわもう一人のキースもう一人のキース無理だろこれ、無理だろこれ、勝てんのか本当に。よしここいいの来てくれよ積んだわこれこれが積みじゃなかったら何が積みなんだよ。やばい両方引かないとマジでまずい。両方引いてくれ、テラフォーミングでもいい、テラフォーミングの方が嬉しい。はぁ積んだわいや一応でもメタル化はモンスター出してすぐ攻められるようにこれセットしとこう、祈るしかない。やばいキースデッキの悪いとこ出てるよ、悪いとこ出てるよ。デッキの20枚半分が上級モンスター悪いとこ出てるよスフィアボムで殴ってくるとか、まあ、前代未聞すぎるからこの野郎舐めやがってマジで舐めやがってふざけんなよ。やばい、スイヤボムに殴り殺されるのをただただ見ているしかないのか俺は。来い、うわうわこんな屈辱これ味わったことがないぞなんてデッキの組み方が下手くそなんだやばすぎるだろやばすぎるだろ、スイヤボムに裏趣味効果を使わせないで 殴らせて負けるってやばいぞ、やばい。そろそろ召喚もできなくなるからライフコストで
やばい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 。テラホーミング、両方テラホーミング。終わったわ。マジ終わったわ。ゲームエンドだろ。手札を捨ててください。スロットマシンに決まってんだろこんなもん。やばいだろ。スロットマシン墓地に3枚揃ったらラッキーセブンで勝てるとかない。やべえ、スフィアボムに殴り殺されて死ぬんだけど。マジでやべえ。こっちの出せるモンスターもうスフィアボム2枚を引き当てるしかないよ。スフィアボム2枚引き当てるしかマジでないな。スフィアボムでいい。もうどうなってんだよマジで。負けちゃいますよこのままじゃ。負けちゃいますよこのままじゃ。スロットマシンに決まってんだろこんなもん。いやー負けちゃいますよ。まずいっすよ。まずいまずい。あ積んだ。あ終わったわ。終わりました。終わりでーす。ゼラ来たー。ゼラ強えんだよ。ゼラに勝てる火力こっち入ってねえんだよ。いやーもうありがとうございました。ありがとうございました。強え。お前とどめそのカードで刺すのやめろよ。とどめそのカードで刺すのマジやめろ。ふざけんなよお前。くそマジか。この手札なってんだこのゴミ構築マジで。やばすぎるだろ。ヒント、大きな脅威に備えて聖なるバリアミラーホースを取っておきましょう。そんなカード入ってるかボケが。マジで何なんだよこのヒント。行くぜキース。うわー、始皇帝の龍馬が来ないよ。もう一人の僕。くそー。あ、俺のターンじゃん。最悪最悪マジで。俺のターンじゃん。最悪だわ。何もできねえ。やべえ、弱え、手札が弱え。うわ、カッターロボ、あいつぐらい倒してやるてよ。カッターロボを改造するな。カッターロボ改造すんなよお前。やべえ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 。出ろ出ろ、引け引け、両方引け両方引け。いやーもうこうなったらね、もう終わりなんですよ。こうなったらこのデッキ終了なんですよ。いやマジで両方来ないのきついな。でもモンスターが増えないな向こうも。助かる助かる助かる。モンスター増えないのは、増えたあれ絶対にスフィアボム、あいつ絶対スフィアボム。うーわきちい、マジできちい。マジできつすぎる。本当にきついにもほどがある。やめてくれよ。お、2体いけにえ。あれでスフィアボムが行ってくれるのは助かるな。スフィアボム行った、スフィアボム行った。ホーリーナイトドラゴンめちゃくちゃ強すぎるけどしょうがない。でここ両方引ければ返せる。両方で返せるんだから、だから両方引くしかないんだよ俺は。両方引け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 。よーしよーしよし、ダメじゃねえぞ俺。テラホーミングだ。来た来た来た、持ってる。俺は持ってる。よし、デビルゾーンで返せるぞ。しかも、あれ、タイムマスインが、タイムマスインがあるからね。2枚も。戦闘破壊。まあ、されないと思うけどね。まあ、2000ライフ洗って、残り900、もう何も出せないぜ。排水の陣、デビルゾーン先輩を舐めるな。排水の陣を舐めるな。ホーリーナイトドラゴンにアタック。よーし、いいぞ、デビルゾーン。ターンエンド。さあどうするかね、キース・ハワード君。君の勝ち筋は立たれたわけだが、さあどうするね。ソウルテイカー。あー1000回復したからまだ1体召喚できる。よしよし、モンスター出ない。よしよしよし、いけるか。振り子刃の拷問機械、お前やれるか。お前行ってくれ。お前は駆け足になってくれ。勝利の駆け足になってくれ。振り子刃の拷問機械、お前なら言ってくれるよな。言ってくれ振り子刃の拷問機械。拷問の時間だ。1750。強すぎる。強すぎるぞ振り子刃の拷問機械。お前に託した。あ、邪悪な儀式。あ、守備用心ならむしろ助かる。むしろ、あ、タムケ。なぜ邪悪な儀式をした。タムケでタムケを捨てる。相当困ってると見た。いや、これいける、あ、いけないわ。待ってくれ。俺は何ももう召喚できない。俺を、積んだ、積んだ。何がいけるんだよ。こんだけあってなんで攻められねえんだよ。
くそー、セント赤いなら思い出のブランコ来てくれ。思い出のブランコでわざとセント赤いさせるしかない。思い出のブランコで蘇生しないともう無理だって。正当なるゲット。よし、今回高校取れたんでいけるかもしれないって思ったけど、手札がな、セブンカードつけた AM7 スロットマシンでなんとかするしかないのか。あ、向こう弱えぞ、向こうバリ弱え、クソ弱えぞ。これテラフォーミング2枚圧をして、あのデッキ圧縮します。テラフォーミング2枚使える日がまた来るとは思ってもなかったよ。でも制限カードですからね、テラフォーミング。ゲームの世界なら関係ないぜ。よしよし、テラフォーミングデッキ圧縮、始皇帝の寮母はもう発動する。向こうにも使われる可能性はあるけど、もうしょうがないね。スロットマシン出して殴っていきます。2000払いますよ。2000払う価値があるカードだから。こいつはマジで強いぞ。見ろ、キーサワード、カードを3枚使ってライフを2000払って、俺はこの超攻撃力2700を生み出したんだ。マジで強い。これがカード3枚と2000ライフの力だ、くれよ。よし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 、いいぞ。向こうでもさ、結構手札事故ってんじゃないの。なんか何もしてこないってことは、伏せカードもないしな。事故ってるんじゃないの。ソウルテイカー、まあ、マジまあでもね、逆に1体召喚できるライフもらったと考えればポジティブシンキング。でも弱いんだよな、5つ星が。あ、守備表示見てみますか一旦。あ、1500と1450ってマジで弱いんだけど。守備表示、守備表示。ああ待って、これ裏側守備表示のこのカードか。よかった。わ、これキースメタじゃん。守備表示キースメタじゃん。今のスフィアボムなら取れるな。よし、いける、可能性が見えたぞ、可能性の塊だ、行ってくれ。いけ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 、ゲートキーパー、おら殴れー、死ねー、強ー、ゲートキーパーマジで強すぎる。入り口を守るために作られた機械、壊すのは大変だ。さあ壊すのは大変だぞ、キーサーバード。さっきお前四つ星死者へのタブキで、向こうハンド切ってるから。カッターロボ弱すぎないか、お前。お前昔の心が残ってるようだな、まだまだお前昔の心が残ってるようだな。カッターロボ、カッターロボは弱すぎないか、お前。あ、メタルカマオワンシャ、そこ強いけどモンスターがいないから、これ出したらまた引かなきゃいけない。5月の俺は1000ライフ洗ってキラーマシーンを出すぜ。キラーマシン強すぎる。大きく反った剣を振りかざし、暴れる殺人マシンを舐めてもらっては困るぞ。カッターロボ死ねよし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 。でメタル化伏せとも次のターン発動、もしくは1750に火力をして返り討ちができるようならそれでね取ってしまうので。で向こう手札少ねえぞ、これ手札少ないってことはもうゼラは出てこないでしょ。向こうの警戒すべきゼラは出てこない。あ、事故ってる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 。今押すしかねえ、この低火力で。セブンカードつけよう、セブンカードはつけよう。で、メタル化は強力なモンスターが出てきた時に取れなくなるので、まだ温存しておきます。まだ温存でいいね。メタル化、メタル化はどんなモンスターでも取れるポテンシャルを持ってるカードだから。よし、とりあえず2100、まだまだ遠いな。でもあと2回ダイレクトアタックがもし2回通れば、通れさえすれば勝てる。頼む。あ、向こう事故ってんじゃん。あ、向こうクソ事故だぞ。お前さてはクソ事故だな、あいつクソ事故。思い出のブランコ、でもこのターンエンドフェーズに破壊される。待って、俺にはとどめをさせるカードがいるぞ。決まるか、 AM7 スロットマシーン、いいねよスロットマシーン。よし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 、お前の手で決めろ。よし、 AM7 アタック、キラーマシンの攻撃、ダイレクトアタック、やったー、打ち取ったぜキラーマシン。さすがだぜ殺人マシンの、殺人マシンの実力だこれが。